今日は県内3地点で猛暑日となりました。金沢市の県民海浜プールは涼を求める親子連れなどでにぎわいました。昨日に続き県内には今年になって4度目の熱中症警戒アラートが発表されました。日中の最高気温は小松市で 35.4 度、珠洲市で 35.3 度、金沢市で 35.2 度と猛暑日となったほか、残り8つの観測地点でも30度超えの真夏日となりました。珠洲市や輪島市など能登の5地点では今年最も高い気温となりました。楽しい。最高。最高。冷たいけど楽しかった。この子はオランダにおるんです。いつも今ちょうど帰国中で楽しかった。明日は厳しい暑さは緩みますが雨となる予報です。